じゃあ、どうも、アクションと、タクト、シュウチョウと、おやつです。はい、ということで皆さん、はい、1時間で餃子の小籠包が何個食べれるか対決。はい、ということで今回なんですけど、久しぶりの1時間企画でございます。うん、こちら餃子の王将さんで、ね、餃子を100個近く買ってもらいました。まあこれ1時間で食べきっちゃったらちょっとごめんなさい、僕らの力量がすごすぎたってことなんで。店員さん見てますか？すごい喜んでくれて嬉しかったです。本当に電話でね、は本当にですかって。もうご時世がご時世だからね、こんな頼んでくる人いないんでしょうね。まあ僕らいっぱい頼りにお金を使います。対策食べていきたいと思います。それではいきます。このさ、タレをやるときの手につく現象嫌い。だからこれを手を汚さずに入れられて、これより安く作ることができたら、おいらは不満長者だ、長者だってこの前話したじゃん。ガチ開発してみる。公表する2日前ぐらいに誰か出すんでしょ。言ったぜ。いや、じゃあいきます。それでは1時間用意スタート。いただきます。さ、全くお腹がついておりません。このタレもすごい。餃子大好きな俺からしたらありがとうな企画です。全然違うわ。うまっ。ねぇ、今日お腹が中華だから違うね、やっぱり違うもん、冷凍とかなと。どうすっ、バリッバリ冷凍だ。なんだと思ったワンちゃん。でもこれさ、天に2個ずつとかいかず1個ずついったら全然余裕できる気がする。思ったより俺らこれなくすこんにしとってなくなってきません。そしたら今負けなんだよ。これ同じサイズにさ、やる機会もあんのかな。握ってくれんのかな。人のうちじゃないよね。待って、やばい、あれ今俺押したっけ。分かんなくなんないように餃子を置く、触る、餃子をつける。いや、それは忘れる。おこんな声、ここに餃子があったら一緒だよ全部。チャーハン食いて。餃子の時ってチャーハンじゃないの？やばい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 。ラーメンもいけるけどチャーハンも。ご飯物と餃子いける人やから別にいいんだけど、うん、なんかね、うん、ライスでもいけるもん。チャーハンとライスってこと？餃子とライス。いや、餃子とライスはいや、いけなくないよ。じゃあラーメンだけだよ、くダメじゃない。餃子でご飯っていう、餃子とご飯じゃない。2人分主役一緒。シューマイもそう、工程が一緒。シューマイはまあ分かんなくもない。一緒や。うわー、やべ、忘れた。何個食ったっけ俺。編集者にぶっ殺されちゃう。これが正規。ああ、正規。もう連打しとけば、立つよ。いかに否定ができる。なるほどね。何分？ 10 分。残り20分を同じペースで。なくなるな。全然なくなる。30分弱でなくなるぞ、これ。なくなった場合、1時間企画は、その現時点の個数で勝敗決まるんで。なくならない予定で勝てるんで。そうそう。早食いなんで。餃子って食えるんですね。そうなんですよ。待て待て待て。待て待て待て。一回並ばせる。6、17。まあ、居酒屋さんでさ、餃子100個チャレンジ、うんうんうん、まあ、同じ場所かな、劇場、なんとか劇場、餃子頼んでみたの。うん、余裕じゃん。プライベート一緒だったらクリアしといて。いや、動画撮ってこい。もったいない。あれ食ったら無料なんだっけ。なんかそれない。いや、なんかあったよ、なんかあった。18個、3人前完食。俺が食ったら食う。それで、それで安い。そうでも起こしたいのが1回に2つ口に入れる。無理なんですよ、僕の失敗では。この今の1個のこのね、余裕すごい。いいじゃないが、1個食ったら俺もそれ1個食えば一生触ってしまう。待って はいよ。おいおい、ずるっ。ずるそうやって知らぬ間にこうしてる。無理すんなって。俺が2個食いをしない。焼くな、待って、俺が並ぼうとしてるのにさ、こっから必死こいて食いますようなチームじゃん。立て続けに食いなや。3個ついたわ、もう、差が。まだ10匹。まだとか言ってるけど、すごいぞ、これ。とっと、17。なって、早えな。早えって。これで負けんの屈辱的だな。別に辛くねえな。お腹が、うーって言うあれでもなく、手が止まってるわけでもなく、それで、なんか、もう前でしてるわけ。喋り出してるからこれダメってことだな。食うなって死ぬ間に増やってるし。うわー、4人前か。え、さっき3人前お前行ったって勝ってた。勝ってた。もう俺4人前食うの、君のせいでね。2人前ぐらい。だって腹いっぱいじゃないもん。うん、おい、2つ差だったのにもう4つ差になってんじゃん君。いや待って、5個差になっちゃうって。いやーやば、そいつやば。いいだかそれ100個めっちゃ言うだねじゃん。おい、1個300g75 個や今。
あと25個でいいんだよ。超腹されてる。いや、ちょっと、おかしいんだって。お前早く。じゃあ分かった。1分待つから追いつけ。1分で5個お前のやつね。うん、入らないっすね。向こう入ってる。噛めなくなった。このまま。でも待ってくれるんだ。俺が待ってんのはタクだ。そういうこと？そうね。前が食ったら強制俺は入れなきゃいけないっていうルール。なんでこういうことしてるかわかる？さっきタクが早くよりこれでいじめてたからかわいそうだなと思って。最大の正義だよ。こうやって自分のあれを知るのか。そういうこと。お前が正義だと思っていたのは悪だ。誰かにとってのいい人は違う人にとっての悪い人だから。だから俺いい人って言葉は好きじゃないの。いい人と悪い人は追加はわからない。なんで俺さ、アニレオンハートの名言って俺にも言われるの？浅いからね。浅いからね。お前アニレオンハート浅いから。浅いよお前。大浅野郎だ。急にスピード上げてくるんだ。どうぞ。もう25なんか30到達できる？大丈夫？え、待ってよ。やばい、彼の中で方程式が待て35食ったらお前らの強制排除できない。それで同盟を組めば、まあ、そこで同盟を組んで。やばい、キャッチェイスをかまされた。35え、やっちゃったよ。どっちか諦めて勝ちに来ればいいけど、どっちも勝ちは狙いに行けないもん。だから早くは手を組むのは確認することができるけど、これをあえて即することもできる。35、67、75、2個誰か多く食べてる。多く食べてる、少ないってこと。102個だでしょ、全部で。これ全部出したら100個しかない。誰か、あれ俺の気がする。あー、俺の気がする。なんか、なんて思った気があるんだよな。お前が食っちゃうと俺も勝てないんです。なら早いでもう1個食ってタクを阻止されちゃえばいい。こういうことか。いや、落ちた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 。いや、つくとかないの、早食いだもん、これ。うん、待ってよ。で、ごめん。こっちにしろだろうが。これ2個あったはずじゃん。うん、じゃんけんで買ったやつ。待て待て、俺の気がするじゃん。いや、俺の気がする。じゃあ、じゃん勝ち1個獲得で2回戦やる。なるほどね。俺は1回勝ちは獲得、じゃなくても1位だよ、タイで。お前、俺が今参加することによって、ただ君の妨害にした。最初はグー、じゃんけんポン。いなかった、俺は。そういうことだね。1位は2人いらないなっていう。最初はグー、じゃんけんポン。はい、こうでしょ。はい、これでしょ。わー、一括。まあ、次の一個は。くらって参りましょう、皆さん。俺が勝って、これは日焼けにしてやろう。せーの、最初だけ、チェケパイ。はい、こうでしょ。というわけで、俺と翔ちゃんが1位です。なんか、面白い。久しぶりに100個企画で全てをなくしたんです。え、なんでなくなる。15分あったの。パック足んなかったのね、もうそこ。というわけでね、はい、まあ、また白熱したので違う形でやっていきたいと思います。次の一時間来てるご視聴ありがとうございました。本日もご視聴ありがとうございます。やっぱり餃子の王将が一番うまいのよ。餃子を食べるなら王将行くしかないのよ。王将さん、お仕事ください。ということで次回のアクションに立つは、期間限定でオリジン弁当で登場、肉の城壁、総重量5キロの揚げ物パカタイス、高等な芋タレ覚悟での挑戦です。お楽しみに。